みなさんこんにちはこれから4回にわたってモーセはエクソダス日本語では「出エジプト」といいますがエジプトで奴隷として暮らしていたイスラエル民族を神が約束した地カナンへと導いた人物として旧約聖書の中では最も有名な人物の一人です。 モーセ露呈第1回目の今回はそもそもなぜイスラエル民族がエジプトに入るようになったのかまたモーセの生い立ちそして今までの復帰設理の原則とモーセロテの違いは何かについて一緒に学んでみたいと思います。前回のヤコブロテで学びましたようにヤコブは天使と争って勝利した後 イスラエルを名乗りますが彼は歴史上初めてメシアのための家庭的な期待を成し遂げた人物ですしかし彼の時代にはサタン側はすでに民族を形成していましたので神側も神を中心とした民族を形成するまではメシアを送ることができないという点を学びました そこでアブラハムの象徴決裁の失敗を桃源復帰するとともに神を中心とした民族すなわち「先民」の基盤を作るために神はイスラエルとその家族をエジプトへと導かれたのですこの戦いきさつを聖書をもとに確認してみましょう。イスラエルには12人の子供がいました。聖書によれば 彼はその十二人の中でも最愛の妻ラケルが産んだ二人の息子ヨセフとベニヤミンのうちとりわけヨセフを愛したと書いてあります。しかし創世紀三十七章四節を見ますと兄弟たちは父がどの兄弟よりも彼を愛するのを見て彼を憎み穏やかに彼に語ることができなかった。 とありイスラエルが最も愛したヨセフは逆に他の兄弟たちからは妬みのため心よく思われていなかったのですそして同9節から11節ではヨセフは一つの夢を見てそれを兄弟たちに次のように語ります私はまた夢を見ました日と月と11の星とが私を拝みました ヨセフがこう語った時父イスラエルは彼を咎めてあなたが見たその夢はどういうのか本当に私とあなたの母と兄弟たちとが行って地に伏しあなたを拝むのかと言いますこのことゆえに兄弟たちは彼を妬んだとありますある日兄弟たちだけで羊の群れを世話しているおり兄たちは ヨセフを殺そうとくわたてます同二十節にさあ彼を殺して穴に投げ入れ悪い獣が彼を食ったと言おうそして彼の夢がどうなるか見ようしかし長男のルベンや四男のユダが反対したため結局彼らはヨセフの命までは奪うことをせず代わりに 通りがかりの商人にヨセフを売り渡してしまったのですそして父イスラエルには獣の血を塗った彼の服を見せて多分獣に食べられて死んだのでしょうと嘘の話をしたためイスラエルは彼のために泣いたと書いてありますさて商人に売り渡されたヨセフは結局エジプトにまで連れて行かれ エジプトのの役人の奴隷となりますしかしヨセフには神が与えた一つの才能がありましたそれは夢の内容を解き明かす力でしたヨセフはその力と持ち前の誠実さとで主人の信頼を勝ち取りやがてエジプト王がどうしても解くことができないと言って困っていた不思議な夢についてその夢解きをする機会に 恵まれまれすその際エジプトに訪れる7年間の豊作とその後に訪れる7年間の大飢饉のことそしてその基金に備えて国としてなすべきことに関して国王であるパロに告げパロはヨセフの賢さにとても感動するのです。そしてついにヨセフをエジプトの司 日本で言うならば総理大大臣ののようななくらいにに抜擢すす。るることになるのですやがてヨセフの予言通り7年の大豊作の後大飢饉がやってきました。エジプトや周辺の国で穀物が取れなくなり大変厳しい状況に陥っていく中で唯一エジプトのみがヨセフのおかげで多くの食料の蓄えを持ち 飢えずに済んだわけですしかし周辺諸国では植えが深刻になりカナンにいるイスラエルの家族も例外ではありませんでしたそこでイスラエルの子供たちヨセフの兄たちも食べるものを求めてエジプトにやってきますやがてエジプトの総理大臣であるヨセフの前に出て兄たちは食べるものを売ってくださいと頼みます ヨセフは彼らが自分の兄であるとすぐに分かったのですが兄たちは目の前にいるエジプトの総理大臣がまさかあのヨセフであるとはすぐには気づきませんでしたそしてヨセフは同じ母が産んだ弟であるベニヤミンを連れてくるように仕向けやがてその弟を見たヨセフは弟懐かしさに心が迫り急いで泣く場所を訪ね 部屋に入って泣いたやがて彼は顔を洗って出てきた」と最初は懐かしい思いを耐えながら兄弟たちと接するのですがやがて耐えきれず兄弟たちに自分の正体を明かします45章3節で「ヨセフは兄弟たちに言った私はヨセフです父はまだ生きながらえていますか?」。 兄弟たたちは答えることができなかった彼らは驚き恐れたからであるすなわちヨセフをエジプトに売り飛ばしてしまった兄たちからすれば懐かしいのが半分ともう半分は恐怖感があったのです何か仕返しをされるのではないかとしかしヨセフは兄弟たちに言います 私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。このようにヨセフは兄たちに仕返しをするのではなく神が私をエジプトに使わされたのですと彼らを逆に慰め愛情を持って対したのです。これは父イスラエルが 命を狙おうとする兄エソウに対して逆に自分の持ち物すべてを与えて愛したのと同じようにしたと言えますここでもしヨセフが兄たちに対して仕返しをして殺してしまったならば人類歴史はどうなっていたのでしょうかヨセフが裁きを許しに変えたとき一つの民族の歴史が始まったのです やがて父イスラエルとも再会しヨセフはイスラエルの家族にエジプトで最も良い土地であるラメセスを与えますそしてイスラエルは死の間際に「私はやがて死にますしかし神はあなた方と共におられてあなた方を先祖の国に導き返されるであろう」と言いました。 そして歳月がたちヨセフが110歳でこの世を去る時ヨセフは兄弟たちに言った私はやがて死にます神は必ずあなた方を顧みてこの国から連れ出しアブラハムイサクヤコブに誓われた地に導き上がられるでしょうさらに神は必ずあなた方を顧みられるその時あなた方は私の骨を ここから携え上りなさいと言ってイスラエルのコラに誓わせたこのようにヨセフはいつか必ず神の約束の地カナンに帰ることそしてその際は自分の骨まで持ち出すことを誓わせるのですここで創世記の話は終わりますそしてこのイスラエルの十二人兄弟は神の祝福を受け たくさんの子孫を生みやがてイスラエルの十二部族へと増え広がっていきますそしてエジプトに入ってから約束の400年がたちイスラエルのの子孫モーセが証明されるのです神の祝福を受けたイスラエル民族はエジプトの地で大いにその数を増すのですがこのことがまたエジプト人たちの警戒を招き ヨセフのことも忘れ去られた400年後のエジプトでは彼らはエジプト人の奴隷となってひどい仕打ちを受けていましたモーセが生まれたのはそんな時代だったのです時のエジプト王パロはエジプト全土にイスラエルの民に男の子が生まれたならその場で殺すようにと指示を出しますちょうどその頃 レビ族の家系からモーセが生まれましたモーセの母親は彼が生まれて三ヶ月間はかくまっていたのですがやがて隠しきれなくなるとパピルスで編んだ籠の中に赤ん坊のモーセを入れてナイル川の岸の足の茂みに置きますその籠をモーセの姉が茂みの陰からそっと見張っていると運よく その籠を心の優しいパロの王女が拾うのです彼女は幼子を見てこの子がヘブル人の子でありここに流れてきた事情も悟りました彼女はかわいそうに思ったと聖書に書いてありますそこでその様子を見ていたモーセの姉が王女の前に出て話をします 出エジプト記第2章7節から10節を見ますと「その時幼子の姉はパロの娘に言った私が言ってヘブルの女のうちからあなたのためにこの子に父を飲ませる乳母を呼んでまいりましょうか」。パロの娘が「行ってきてください」と言うと少女は言ってその子の母を呼んできたパロの娘は彼女に言った。 この子を連れてて行って私に代わり父を飲ませてください私はその報酬を差し上げます女はその子を引き取ってこれに父を与えたその子が成長したので彼女はこれをパロの娘のところに連れて行ったそして彼はその子となった彼女はその名をモーセと名付けていった水の中から私が引き出したからです このようにモーセはイスラエル民族である実の母親に育てられエジプトの王子としてエジプトの宮中に入ることになるのです。モーセは実の母親から育てられる中で自分たちの先祖のアブラハムイサクヤコブの話を繰り返し繰り返し聞かされました。そして 彼らを導いた神のこと民族の僧ヤコブすなわちイスラエルやその子ヨセフが必ず神が約束された地カナンに帰らなければならないと訓示した内容を聞き幼い頃から民族に対する誇りを持ちエジプトは永住の地ではなくかりそめの地に過ぎないことそして神が約束された地カナンに帰り 神を中心とした国を立てなければならないことこれらが幼い頃からモーセの心の奥深くに刻み込まれていったのですこんな状態にいてはいけない私たちの本来いるべきところはここではないこの思いが民族の指導者として立つための重要な必須でした人が理想を追うことをやめ 毎日の生活に妥協ししてて諦めもうとばエジプトの宮中にあっても己の人生と折り合いをつけてしまうことなく神に帰らなければならないことまた自分はイスラエルの血を受け継いだものであるという誇りを実の母親から学んだのですさて今日の講義の最後として 具体的なメシアのための民族的な期待の話に入る前にこのメシアのための民族的な期待とメシアのための家庭的な期待の違いについて少し触れたいと思います。モーセロテからは設理の範囲が家庭的な次元から民族的な次元に拡大されます。そのため信仰期待と実体期待が必要という点は 変わりませんが次のような特徴があります第一に信仰基台を復帰する条件物は備え物ではなく神の御言葉を中心として四十数のサタン分立基台を立てるように変わったという点ですこれはアベル、ノア、イサクなどの三次にわたる象徴検査への成功により 備え物の時代は過ぎ去り再び神の御言葉に対しうる復帰節理時代になったことを意味します第二に備え物を通して神の前に出る時代から神が直接御言葉を下さる時代となったので神の御言葉を伝えるものとしてモーセは神の大臣という立場に立てられた という点ですそれゆえにメシアとしてやがて降臨されるイエス様の模擬者であるとも言えるのです。つまりモーセは将来イエス様が歩まれる露呈をその通り先に歩むことによってイエス様が将来歩まれるその道を前もって開拓する使命があったということになります。第三にモーセは神ののの立場ですのです イスラエル民族の前には父母の立場になりますが同時にイエスの行くべき道を開拓する預言者として子女の立立場ににも立つようになりますこれはアダム家庭のアベルのように父母の立場で信仰期待を陶源復帰すれば実体検査への中心人物としてのアベルの立場を確立することは同時にできるという意味です。 最後にメシアのための家庭的な機題を立てる時は実体検査のアベル・カインは1対1の関係でしたしかし民族的な機題を立てるときにはアベルとしての中心人物は1人に対してカイン権は民族全体つまり多数ということになります それゆえ民族全体が実体期待を出発することができるように、神は新たに出発のための設立という訳事をその都度行うようになります。さて、次回から具体的な設立の内容に入っていきます。復帰原理の原理原則とともに、絶えず不平不満に陥る民族と、 苦労しながら彼らを率いていくモーセそして彼を見つめる神のご心情についても一緒に学んでいきたいと思います今日はどうもありがとうございました